どうもこんにちは。前回やりましたエアコンのねリングカバーですけど、標準でついてた、両面テープは剥がしてね、このちょっと厚みのある方に交換したっていうお話しましたけど、何を使いましたかっていうご質問いただきまして、僕が使ったのはねこのホームセンターでよく売ってるね 3M の10ミリ幅のやつね。これ標準のやつよりね厚みが多少あるんですよ。これがねぴったりでした。で動画の中でね薄いやつの場合は2枚重ねにしたらいいんじゃないかっていうねお話この前しましたけど、標準についてるね両面テープの上からこいつを貼るとねちょっと厚くなりすぎちゃうんですね、厚みがね。だからこいつを使う場合は、標準のね両面テープ最初についてこう貼っつけてあるやつね、あれ剥がしてからこれを使った方がいいと思います。もともとついてたやつの上からこいつ貼るとねちょっと厚みが出すぎちゃうから奥までねリングが入らんくなっちゃうからね、こいつを使う場合は最初についてた両面テープを一回剥がしてからねこいつに貼り替えてやった方がねいいと思います。はい、こんな感じです。それとこのカバー、このリングはね、買ってから1年はめてなかったっていうお話この前しましたけど、これね、ちょっと、なんとなくね、目が慣れてきたっていうかね、やっぱりいいなってことで、もうついでに、この運転席のね、このメーターね、メーターパネルにも、メタルのね、カバーを、もうつけちゃおうってことでね、一年点検も終わってね、ちょうど、気分転換ってことでね、ここにね、ちょっとカバーね、つけてみますね。これもね、市販の、アクセサリーですけどね、ちょっとやめてみます。これは今、ついてない状態ね。何もついてない状態ね。はい、こんな感じでね、タコメーターの方だけはめましたけど、いい感じですね。ぴったりでした。で隙間もなくてねぴったりいい感じです。で特にねはめるのに注意する点はねないと思うんですけど、僕のやつはねこの Bluetooth のねマイクのケーブルがねここちょっと干渉してたからね、ここにねちょっと干渉してたからちょっとケーブルの位置だけねずらしました。特にね取り付けるのに難しいことはねないと思いますね。はい、じゃあねスピードメーターの方ね、こっちはタコの方ね左側、はい、じゃあね右もはめてきます。はい、こんな感じでね無事、左右つきました。なかなかいい感じですね。ただね金属だからねこれ炎天下だとねちょっと熱くなっちゃうと思うからね、まあそれだけ注意ですね。はい、なことで、スピードメーター周りのパネルね、メタルパーツを装着しましたというお話でした。これ値段の割にかっこいいね。はい、こんな感じです。